本日は、ザンパゴルフクラブさんにお邪魔しております。琉球の風を感じるザンパゴルフさん、早速インタビューしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いいたします。はい、ザンパゴルフクラブフロント担当の神田です。同じくフロント担当の中田かりです。神田さんと中田かりさんに来ていただいてます。神田さん映ってますよ大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、ですね、まあ、ザンパゴルフクラブさんということで、まあ、ゴルフクラブ場ということなんですが、こちらどういったコースが特徴的になってますでしょうか？はい、18ホールパー58のショートコースになっており、フラットなホールが多いので初心者でも楽しむことができるコースです。あと季節によって風向きや風の強さが変わりますので、1年を通しても上級者の方にも楽しめるコースになっております。なるほど、まあ、上級者から、初心者の方まで、楽しめるということなんですが、ちなみにこちらはどういった方々の利用が多いんでしょうか？中中里さん。平日は地元のお客様が多くご来場していただいてまして、週末は県内各地から多くのお客様にご来場していただいてます。でまた健康づくりのために乗用カートを使用せず歩きでのプレーをなさるお客様もいらっしゃいます。なるほど、乗用カートで、まあ、されずに歩きで健康のためということですね。まあ、ちなみに観光客の方っていうのは、結構また問い合わせっていうのは増えてるんでしょうか？はい、そうですね、今夏場なんですけどに向けてどんどんお問い合わせのお電話は入っております。はい、まあね、お問い合わせも増えているザンパゴルフさんでございます。では営業時間の方お願いいたします。はい、平日は朝7時から夕方19時ですね。で土日は朝6時から夕方19時になっております。年中無休ですか？年中無休です。ではお問い合わせ先お願いします。098-958-1938。はい、ね、行く残波とね、覚えていただければと思います。最後に、ラジオ、映像をご覧の方々へ PR お願いいたします。はい、最後に毎週火曜日はレディースデーになっておりますので、多くの女性の方のご来場もお待ちしております。はい、本日、お届けしたのはザンパゴルフ園のザンパゴルフクラブですね、の神田さんと中田かりさんでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。